株式会社 HKS とは、静岡県富士宮市に本社と工場を置く大手自動車部品製造販売会社である。トラストやブリッツなどと並んで、日本国内の老舗チューニングパーツメーカーとして広く知られており、ターボチャージャーなどの下級機、マフラー、電子制御部品、サスペンションなどのチューニング部品を製造、販売している。また、 レース用エンジンの開発や超軽量飛行機用エンジン、LPG 自動車、天然ガス自動車用燃料供給システムの製造を行っている。2015年現在、本社の他国内3カ所の営業拠点と3カ所のサービスセンターがあり、イギリス、タイ、中国に営業拠点、タイに製造工場がある。顧客向けのチューニングはサービスセンターで行っている。レース部門は、 サーキットレース、ドラッグレースに参戦している。また、デモカーによるコースレコードへの挑戦などが行われている。ユーザーにも0から400の走行会、ドラッグミーティングやハイパーチャレンジ、ドリフトチャレンジといった走行会を開催している。社名の HKS は、H は、長谷川、K は、北川、S は、シグマオートモーティブに由来。なお、創業者であり。 社長の長谷川博之は2016年11月9日に病気により静岡県伊豆の国市の病院で死去した。1991年8月9日午後3時半ごろ、違法改造車の S13 シルビアに乗った HKS の社員が富士宮市内の公道を時速180キロで走行し、一般車両への正面衝突事故を起こした。 この事故により衝突された車の運転手及び同乗者の女性は死亡。女性の当時まだ幼い子供は軽傷。HKS 社員は重傷。車両外方改造車者であることと会社ぐるみで行動をサーキットのように走行する行為を目認していた。そのため事故を起こした社員の上司が法定速度を著しく超える試験走行を命じた疑いで逮捕されている。 さらに2003年、HKS は、本社側に04マシンのセッティングなどに使う、ドラッグコースと、子会社である、HKS アビエーションが販売している、長軽量飛行機の試験用飛行場の建設素案を、まとめ、本社の7倍もある広大な森林地帯を購入し、伐採しようとしたが、その森林地帯は、砂防法により、土石流の干渉地帯として指定された、砂防指定地だったため、 静岡県富士戸牧事務所から厳重注意を受けて新聞沙汰になり当時は大幅なイメージダウンを被った過去には国内トップレースで活躍を見せたこともあり全日本ツーリングカー選手権に出場していた三菱スタリオンのエンジンチューニング及びメンテナンスを手掛けたりアジアパシフィックラディ選手権に参戦するワークスランサーのエンジン製作を受け負ったりバブル期には 海一応3 5リッター v 1 2エンジンを開発したこともある。1994年からはオペルベクトラで全日本ツーリングカー選手権に参戦。1996年には日産自動車のワークスドライバーであった長谷美雅サが HKS に移籍し戦ったが、1997年を最後に撤退した。全日本海参戦手権には、 三菱自動車工業のエンジンをチューンする形で古くより参戦していた。1999年には同社のグディエンジンを利用した新エンジンを製作し実戦投入したこともある。新エンジンは吸気ポートがエンジンの真上に来るというグディエンジンの特徴を生かし、エアボックスがドライバーズシートの真後ろに来る構造で他社のエンジンに比べ空力面で有利な特性を持っていたため、 エンジンの熟成が進んだ際には高性能を発揮すると期待されていたが、三菱自動車本体の業績不振に伴い、熟成を待たずして同年限りで撤退した。また、WRC に参戦していた三菱車のターボのメンテナンスを行っていたことがあり、三菱との関係が深い。2002年の全日本 GT 選手権にメルセデス CLK で参戦したが、マシン開発において、 メルセデス本社からの協力を得られず、最終戦のみの完走に終わった。それ以降メジャーレース参戦の動きは見せていない。ありがとうございます。